どうも、マツケンです。今回はコストコで買ってよかったもの5選ということで、2020年5月編をお送りします。毎月月頭恒例のネタなんですが、今月引っ越しをしておりまして、いろいろね、業者使わずに自分でこう荷物を持ってきたりしてるんで、その関係で全然ね、いつものような感じの動画撮れてないんですけれども、気づけば6月も2週間過ぎておりまして、これはいかんということで、とりあえずこのネタだけ撮っていこうかなと思います。5月もコンスタントに週2ペースでパトロールしておりまして、その中から気に入ったものをね、5つピックアップして紹介しておきます。いつもね、順位つけて紹介してますが、今回はちょっとつけにくいなっていうことなんで、順位なしで5選ということで、はい。で、各商品、動画作ってるものは動画のリンク貼ってますので、概要欄の方チェックしていただければなと思います。それでは5月コストコで買ってよかったものなんですけれども、まず1つ目はこちら、期間限定の特選ファミリー盛り50貫。このお寿司はチャンネル登録者1万人達成した時に食べたものになります。この特選盛りは過去にもね、レビュー動画出しているんですけれども、ちょうどその時に期間限定で一部ネタが置き換わって販売されてたんで買ってみました。ちょこちょこネタの構成って変わるんですけど、直近だとイクラの軍艦が10貫バーッと入ってたやつが、このパッケージは富山産の白エビの軍艦が入っておりました。僕自身はエビアレルギーなんで、これ食べれてないんですけれども、一応家族のメンバーが食べた感想としては、ウニよりも甘いということだそうです。で、この寿司のレビュー動画撮った後にもう一回同じものを食べる機会がありまして、でその時食べたやつがめちゃくちゃ美味しかったです。コストコの握り寿司ってネタが大きいのはいいけど、シャリもでかいよねっていうような感想を再三にわたって言ってるんですけど、この2回目食べた時は当たりだったみたいで、出先だったんで重さ測ったりしたわけじゃないんですけど、シャリの感じがちょうどよくて食べやすかったです。量もちょうどよかったし、おにぎりみたいな、団子みたいな、こうみちみちっとしたような感じでもなくて、その2回目食べた時全然違うやんってみんな言ってました。コストコの寿司って特に握り寿司に関しては、評価がね、こうはっきり分かれるじゃないですか。シャリ警察の方には確実にお勧めできないんですが、まあ1回目に当たりを食べれるか、ハズレを食べるかで、また食べたいか、もう絶対食べんかっていうのはちょっと分かれそうな感じです。個人的には100円の回転寿司チェーン店とかで食べるよりも全然満足度高いんですけど、お寿司としてはシャリのガチャ感がありますんで、まあそこだけですかね。はい。続きまして買ってよかったもの2つ目ですが、こちらコットンキャンディーグレープです。この商品は4月末頃登場しまして、でその時もね、大絶賛してたんですけど、5月は一回り小さいパッケージになって、ちょっとだけ安くなって販売されてました。で、週2ぐらいでしかコストコに行ってなかったんですけど、行くたびに商品並んでたような気がします。スイカとかレイニアチェリーとかアメリカンチェリーとか、これから夏にかけてちょっと高めのフルーツが出てくるんですけど、コットンキャンディーグレープはそれらよりも1段階価格が安いんで、やっぱ買いやすいなっていうのはありますね。普通のシードレスグレープとかのサイズだと2キロ近く入ってまして、ちっちゃなパッケージだと1.4 キロぐらいですかね。多少内容量ばらつきあるんですけど、だいたいね、1週間くらいで食べきるペースです。でもね、1週間の後半に差し掛かる頃には身がだれてフレッシュさがやっぱなくなってしまうんで、なるべくフレッシュなうちに食べきってしまうっていうのが理想的なんですけれども、我が家みたいな家族構成だとさすがに消費のペースがね、追いついていかないんで、冷凍保存も一部活用してっていう感じでやってます。このコットンキャンディーグレープも他のシードレスグレープもそうなんですけど、冷凍をするとね、シャーベットみたいな感じで、これくらいの一口サイズのシャーベットみたいな感じで食べれるんで、これからの時期は一部冷凍する体で消費していくのもいいんじゃないかなと思います。5月買ってよかったもの3つ目はこちらです。贅沢アワビオイスターソースです。これ5月頭にあった韓国フェアの時に購入したんですけど、その韓国フェアが終わった後もしばらく在庫を残ってた分は並んでたみたいです。5月半ば頃にこのオイスターソース使ってチャーハンとスープを作る動画撮ったんですけれども、撮影終わった後いつも通り編集してたんですけど、なんかね、パッとしない内容だったんで、もうその素材はお蔵入りにして、もう一回撮影しようということになりまして、そのまま1ヶ月ぐらい立っております。で、今ね、引っ越し作業を優先してやってるんですが、それが終わり次第これ再度撮影して出そうかなと思ってます。
はい、コストコのオイスターソースってリキンキっていうブランドの結構でっかいやつ、業務用サイズのやつがずっと昔から売ってるんですけれども、あのソースも美味しいんですけど、やっぱね量が多すぎるんですよね。容器自体が大きくてこう注ぐ時とかも使いにくいっていうのもあるんですけど、このね CJ のオイスターソースはサイズ感がちょうどいいんで、全然普通のスーパーで売ってるような調味料っていう感じで使うことができます。このオイスターソースの特徴は、ね、魚介の感じがすごく強いんですよね。アワビのエキスも入ってるし、あとはねニンニクとかも入ってるんで、結構ねパンチがある味がするんですよね。これだけで OK ってわけじゃないんですけど、ベースの味付けで、結構使いやすいです。でこれ自体で塩気も結構あるんで、醤油とか塩分含む調味料を合わせるときは本当少なめ少なめで調整していくと失敗しないかなと思います。これボトル1個で 283ml 350g 入ってて、価格もね49%なんですよね。もう一本買っとけばよかったかなって感じなんですが、また多分韓国フェアいつかあるか分かんないんですけど、年内にねまたあると思うんで、その時出てたら買いたいです。5月買ってよかったもの4つ目はこちら、サーモンイクラちらし寿司です。ほぐしたサーモンハラスと醤油漬けのイクラがドバッと乗ったシンプルなちらし寿司なんですが、これ価格が1500円切ってまして、歴代のちらし寿司の中でもかなり安めの部類になります。定番の海鮮漬けチラシっていうのがあるんですけど、それに比べたら具材の種類ってかなり少ないんですけど、種類が少ない分それぞれの量がね多いんで、価格以上の贅沢さがありました。ただその反面イクラの塩気が強く感じてしまって、しばらく食べてると口の中がケトルチップスを食べ過ぎた時みたいなこう塩味が残る感じになります。 3,4 人でシェアして食べる感じだとそうでもないんですけど、これを例えば2人とか1人で食べきるっていう場合だと、何かしら工夫していかないと中盤以降結構しんどくなります。ちなみに昨日パトロールしたんですけど、もうなかった気がしますね。最近チラシ寿司の新しいパターンって全然登場してなかったんで、このサーモンイクラチラシ寿司みたいにイクラドカーンみたいな新しいねバージョンのチラシ寿司が出てくれたらいいなと思います。それでは最後、5月コストコで買ってよかったものラストはこちらです。チョンカ特選キムチ。コストコの定番商品のキムチですね、白菜キムチで 1.2 キロ入りのものになります。5月ね久しぶりにこれ食べたんですけど、酸味少なめの甘めでもしっかり辛さはあるというタイプで、うまーってなって、夕飯の炭水化物を削ってるんで、まあ、食べても軽く一杯ぐらいだったんですけど、このキムチ導入してから夕飯時の白ご飯の消費量ですね、前月の 50% 増しぐらいになってます。このキムチ自体が美味しいんで、例えば白ご飯とか卵かけご飯にガッと乗っけたりとか、あと冷ややっことか冷麺のトッピングとか、もう何もせずにこのまんま食べることの割合が多いんですけど、例えば豚キムチとかチャーハンとか鍋とか、そういった感じで調理にも使ってったら 1.2 キロ入りってね結構すぐなくなっちゃいます。とはいえやっぱ1キロ超えてくると冷蔵庫内の存在感もねなかなかありますんで、食べきれそうになければもう開封した時点で半分ぐらい、また3分の1ずつとかに小分けして、小分けした分冷凍でストックするっていうのも全然いいんじゃないかなと思います。冷凍したものを解凍して食べた時になんか味落ちてんなとか、そういった感じは今まで何回もやってますけど特にないんで、はい、これ5月の中盤ぐらいに1回ね在庫がなくなってて、1週間か10日ぐらいかな、なんか全然買えなかったんですよね。でも5月末ぐらいには在庫復活してて、今はいつ行っても大体いいバーと並んでるっていうような感じです。多分ねどこの店舗も同じだと思うんですけど、これね角的キムチっていうのがこの黒い蓋の同じようなサイズので売ってるんで、もしもこの商品購入するときはちゃんと手に取ってこう白菜かどうかっていうのを確認した方がいいです。たまにこの白菜キムチの並びに角的のやつが紛れてることあるんで、はい、それだけは注意してください。はい、ということでコストコで買ってよかったもの5選5月編お送りしました。ということでね、今日午前中買い物してきました。この2つはね先週買い足した分になるんですけれども、今日はね頼まれ物のデーツとバナナ
これスムージー用ですね。で、あとプラセンタ。ちょうど引っ越し作業始めたぐらいに最後の一粒がなくなっちゃいまして、そこからね、1週間ぐらいプラセンタなしで生活してましたんで、もうね、全然朝起きれんで、ここ最近睡眠時間短めな日が続いておりまして、ようやく今日忘れずに変えたんで、これで少しはまともに動けるかなと思います。6月コストコで買ったものは、まあこれだけじゃなくてですね、他にもいろいろありますので、もうちょっと落ち着いたら、またまとめ動画出しますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。引っ越し関係の動画も挟みながらなので、ちょっとタイミング的にいつって明確に言えないんですけど、はい。これ。ちょうど新居用に電気ケトルがなくて、ティファールのやつ買おうか、ちょっと迷ってたんですけど、最近出てるこちら買ってみたんですが、めちゃくちゃ調子いいです。はい。価格はね、4500円ぐらいするんで、ティファールのやつよりも1500円ぐらい高いんですけど、ガラスボディでデザインもとてもシンプルで、1.7 リットルマックスで沸かせます。10度ずつ仕上がりの温度を設定できたり、保温できたりとか、ちょっと高いなって思ってたんですけど、これは買って正解でしたね。これはまた改めてレビューしたいなと思ってますが、もしも電気ケトル今買い替えようかなとか、新調しようかなと思われてる方はぜひこれ検討してみてください。中身は新居の方に置いてるんで、箱だけなんですけど、これは良かったです。ということで今回久々にコストコ関連の動画だったんですけれども、いろいろレビュー系の動画作ってるチャンネルになりますので、また見ていただけたらなと思います。動画がたくさんあるんで、見やすいように最近プレイリストをいろいろ作ってるんですけれども、星5つのプレイリストは個人的におすすめだなと思ってる商品なので、まずはね、そちらをチェックしていただければなと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。